むつみくん、あれ絶対嘘だってば。なんで助け舟出しちゃうのよ。だけど、なんであんなことになってるか分かってないくせに。なんでもないです。ほら食べちゃおう。もつみくん、なんでござるか。ユンユン、もう帰るところなんですけど。あ、いや、その、ユンユン急いでますから。そういうわけで、バイナラー。ううん、何も。それができないから困ってるんじゃないの？さあ。なんだろうね。リフレッシュどころか寒くなったんだけど。っていうか、キモいんですけど。あんた本当に空気読めないわね。小学校からやり直したら？とにかく、ユンのことは私もちょっと考えがあるから、むつみくんはそんなに心配しないで。ああ、もちろん、ユンを気遣うなって意味じゃないから。
さてと、むつみくん、帰ろっか。何か冷たいものをおごってくれるなら聞いてあげてもいいけど。そうだね。つみくん、それじゃあバイバイ。ユウ、待ちなさい。くるみちゃん、ユンユンは話があるの。ちょっと屋上に来て。むつみくんもね。くるみちゃん、その黙ってついてきなさい。くるみちゃん、それで一体何なの？何なの？何なのですって？それはこっちが聞きたいわよ。むつみくんは話が済むまで黙ってて。さあユン、はっきり答えてもらうわよ。どうして私とむつみくんを避けるの？ユンユン別に避けてなんて。ユウ！だって本当に？そう、あくまでもしらばっくれる気ね。いいわ、それならこっちにも考えがあるから。くるみちゃん、私が代わりに答えてあげるわよ。
つみくん。私、むつみくんのことが好きよ。そしてもちろん、ユンもむつみくんのことが好き。そんなことお互いに前から分かってたのに、でも気づかないふりをしてたの。くるみちゃんやめて。それでつい抜け駆けしてむつみくんと遊園地に行った次の日、ユンは私の残念そうな表情を見て、しまったって後悔したのよ。くるみちゃん。むつみくん、本当にその手のことには疎いのね。ちょっと考えればわかるでしょ？もし、友達と同じ人を好きになっちゃったらどうする？好きになった人も、友達も、同じぐらい大切だったら、どうする？くるみちゃん！そう、そこでユンは思ったわけよ。だったら自分は身を引いて、私にむつみくんを譲ろうって。くるみちゃん！ええ、ユンは自分が辛いのなんて二の次なの。いつだって私に気を使ってるのよ。くるみちゃん、だって私、バカにしないでよ。え、いつ私が譲ってくれなんて頼んだの？私は譲ってもらわなきゃ勝てないって情けをかけられたわけ？私も随分と見くびられたもんね。くるみちゃん、私がその気になればむつみくんを落とすぐらい楽勝なんだからね。そうかな。そうよ、少なくともユンになんか負けるわけないじゃないの。そんなことないんじゃないかな。わかったわ。もしかして私に勝てっこないって分かってて、負けるのがみっともないから。だから、最初から不先輩ってことにして、プライド保とうとしちゃってた？そんなことないもん。へえ、ほう、ふーん。おっきい！そこまで言いますか！そこまで言われてユンユン黙って指くわえてたら、女が廃りますよ！へえ、じゃあどうする気？ユンユンだって、ユンユンだってむつみくんが大好き好き好きなんだから。でも、私に譲ってくれるんでしょ？そんなのなしなしなし！くるみちゃん、こうなったら、むつみくんをかけて、ユンユンと正々堂々勝負だ！
言ったわね、ついに。おお、言ってやったさ、言ったともさ。いいわ、その勝負受けて立つわ。むつみくん、そういうわけだからよろしくね。むつみくんをかけたラブ勝負、今ここに開幕せり。それとも今ここではっきり答えてくれるの？だったら答えが出るまでよろしくね。そうと決まれば久しぶりのユンユンタックル。うわ、ちょっとユン、何いきなり抱きついてるのよ。離れなさい。松見くん、充電充電充電。ふーん、そう。だったら私だって抱きついちゃうもんね。それってどういうことですか？ユンユンに抱きつかれても子供みたいなもんだけど、くるみちゃんはセクシーパワー全開だからってことですか？つまりそういうことみたいね。誰が貧乳じゃ！せめて美乳と言え！こうなったらその手を貸せ。ほれほれ、貴様自ら問答を大きくすればいいわ。ユン、それはちょっとやりすぎ。ぼうやったらまだお眠なのかしら。だったらいただきます。チョビラ、ちょっとどさくさに紛れて何しようとしてるのよ。何言ってんの、チャンスだよ、トラベルチャンス。ネギしょったカモが目の前で寝てるんだよ。これはもうやりたい放題しちゃうっきゃないでしょう。うじじ。だからって今キスしようとしたでしょ？それはやりすぎ。もう、くるみちゃんは硬いな。じゃあしょうがないから、むつみくんの硬いところを探検しちゃおっかな。
あ、起きちゃった。おはよう、むつみくん。ごめん。くるみちゃんも乙女の探求心には勝てなかったのでござるよ。とりあえず測ろうと思って定規を持ってきました。それはですね、もうさっきから何なのよ。仕方ないな。じゃあユンユンも脱ぐから、それでお相手ってことで。うん、それじゃあ。兄様、朝ですよ。おはようございます。やばか、見ちゃダメ。じゃあ次はくるみちゃんの番ね。私。兄様、おはようございます。起きてますか？あら、かわいいお嬢さんね。私のプライベートレッスンを受けに来たのかしら？私は構わなくてよ。にゃ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 、はるかにはそういうのはまだ早気がするので遠慮します。それではまたユンの番ですな。あ、やっぱり兄様。あれ？じゃあさっきのは？わかりました。よし、不審者は去ったぞ。もう大丈夫だ。そうはいきませんわ、ご主人様。ちゃんとお着替えの支度までさせていただくのが私たちメイドの役目でございますのよ。高飛車お嬢様風メイドという新たな萌えの。
もうさっきからあれもダメこれもダメって何なのよ。あーもうわかった、みんなまで言うな。脱げばいいんでしょ、脱げば。はい、くるみちゃんさっさと脱いじゃって。え？私なの？胸バーン！シャツのボタンプチーンって感じで何メートル飛ぶか測るから、ほらほら早く。はあ、くるみちゃんがさっさとしないからむつみくん冷めちゃったじゃん。もう出てていいよ、シシ。ごめんね、むつみくん。今晩練習して、明日はちゃんとやるから。やば、待ち切れ。そんな背中押したら油のホック外れちゃうよ、エッチジっていうか、ノーブラなんだけどね。むつみくん、むつみくん、あのね、お弁当作ってきたから、その食べてっていうか食え。そうみたいね。だね、こりゃ男冥利につきますな、旦那。言っとくけど、余ったからって誠一郎になんてやる分はないわよ。うんうん、そんなことするぐらいだったら屋上から撒いた方がまだいいよね。っていうか、誰がボキュンですって？誰がペターンですと？ここで死んどく？むしろここで死なす。you
むつみくん、今日は屋上に行きましょう。行くぞ行くぞ、走んだ。それがどうかしたの？別に用事なんてないでしょ？ならば、ユンユンたちのランチの誘いを断る理由には全くなってません。うむ、よろしい。それじゃあ気を取り直してファイヤースタート。むつみくん、何ぼーっとしてるの？それでね、これなんだけど、時間なくてそんなに凝ったものじゃないんだけど。ユンユンだって勝ちに出てますから、半端じゃない戦力を有してますことよ。正直なところぶっちゃけちゃってください、プリーズ。ほうじゃなくて、どっちのが美味しかった？むつみくん、はっきりしてよ。なんですかそれは。正々堂々純情二股宣言ですか？そうやってとりあえずフラグ立てといて、他の子も狙って、ゆくゆくはハーレムエンドを目指してますか？ユン、そんなにむつみくんを困らせないの。だってくるみちゃんだってはっきりさせてほしいでしょ。そりゃ、そうだけど。あ、そうだ！明日、三人で海に行こうよ。それで、そこでむつみくんに決めてもらえばいいじゃない？
かかるな。な、何を言うん？つまりそれって水着で勝負かけようってことですね。そのいやらしく豊満なバディでむつみくんを落とす自信がありありってことですね。だからいやらしくないってば。いいでしょ。アウェイのユンユンと言われたこの実力、今こそ棚卸し一斉セールさせてもらう時が来たってことですよ。くるみちゃん、楽に勝てると思ってユンユンを甘く見たことをたっぷりと後悔させてやるから覚悟しやがれですよ。望むところよ。そこまで言うからには負けてから文句言うのなしだからね。そのセリフそっくり返してやるわ。くっ。だからむつみくん、明日の勝負逃げるのはなしだからね。そんなことしたら男子トイレまで追いかけて引きずってでも連れていくから。交渉成立。よっしゃー、盛り上がってきた。夏は女を熱くするのさ、バーニン。むつみくん、お待たせ。むつみくん、お待たせ。何、いきなり現実逃避しようとしてるわけ？そんなにくるみちゃんの水着を見たくないってことですか？ちょっとユン、どうして私なのよ。むつみくん、スタンドアッププリーズ。何よそのすっとんきょうな声は。いきなりエッチな気分になっちゃった。
ユンユンそんなに魅力ないですか？もういきなりダイブされてもいい覚悟なのに。っていうか、ほら、とりあえずお約束、ほりほり。はぁ？何ですか、このウルトラ鈍感生物は。保有室では、まず水着姿をかぶりつくように舐め回して干渉してから褒めるのが礼儀でしょ？いや、そこまで必死に見なくてもいいんだけど。っていうか、さっさとしないとその目ん玉にぶち込むぞ。ブブー、ダメダメダメ、全然なってないっす。もっと指摘かつ卑猥に褒めてくれないと。いや、卑猥には余計だから。私はいいのに。ムラムラしてきて、いても立ってもいられなくなっちゃう？途中から変わっとるやん。まあ確かに待ってましたと突っ込むユンユンもユンユンですが、ここはもっとセクシャルバイオレット的に褒めてほしかったでありますよ。それはどうかと。何そのクールリアクション。くるみちゃんも余裕ぶっこいてくれちゃいまして。
胸の大きさの差が戦力の決定的差でないことを教えてやりますよ。ユン、胸にこだわるのいい加減やめようよ。だって巷のピュアボーイ的にはそこはこだわるところだって、ユンユンしっかりマーケティングリサーチしましたよ。こんなところで突っ立ったままだとどんどん焼けてっちゃう。オイル塗っておかないと。こら、まだ話は済んでないのにいきなりオイルプレイタイム突入ですか。クラミちゃんかっつきすぎ。あのね、別にむつみくんに塗ってって頼んでないでしょ。これぐらい自分で塗るわよ。もしもし旦那、今なんかあからさまにがっかりしませんでしたか。え？それなら背中はお願いしようかな。うん、別にそれぐらい構わないけど。させるか。くるみちゃんの体は隅々までユンユンが塗り尽くしてくれるわ。え？うわ、ちょっとやめ。こら、どこ